和野市氏は秋田県北東部に位置するし、青森県、岩手県、秋田県三県の県境に位置する。古くは上津屋と表記していた。古墳も多く残され、大床上列石は全国でも著名な縄文遺跡の一つである。秋田県に属するが、江戸時代までは南部森岡藩が統治していた。 昭和40年代後半としては、珍しい山頂一村の大型合併で発足した自治体で、当時は面積が秋田県内最大の市町村だった。しかし平成の大合併の際は、秋田県内の市で唯一合併を行わず、現在面積は県内の市町村で8番目になった。市の中部にある花輪盆地に、花輪、戸和田の市街地がある。南部は、 八幡台や焼け山がある山岳地帯となっており、北部は十和田湖付近の分水嶺までの丘陵地を市域とする。八幡台頂上周辺及び十和田湖自体は市域に含まれていないが、周辺の継承地として市民に親しまれている。十和田湖と八幡台は十和田八幡台国立公園に指定されている。森林セラピー基地に認定されている。 年間最高気温と年間最低気温の差が非常に大きく、真夏日になる日もあれば、低、摂氏20度にまで冷え込む日もある。冬は寒さが厳しく、県内では早い段階で、降雪、積雪、真冬日が観測される。以下の出典は、数の優勢、八万体数の一体は、戦国時代、数の四等の支配下だったが、江戸時代は、 南部藩に属した。その後、新政府の松代藩取締理地を経て、九古県、八戸県などに編入されたが、1871年、秋田県にようやく落ち着いた。現在も一部の鉄道駅名等に、旧陸中国時代の名残を残す。突起なき場合、歴代三役による。数の市には、私立の中学校が5校、私立の小学校が10校、 私立の幼稚園が3園あったが、秋田県内2例目の構造改革特区である養護一体特区により、平成17年4月に認可保育所の大里保育園と幼稚園3園を統合して、八万体仲良しセンターとなった。県立の高等学校が2校ある。なお、鹿角市内の高校受験生は、隣接県協定により、青森県津軽地方の公立校及び八万体市など、 岩手県の一部の公立校を受験できる。各学校については、数野市のホームページを、参照高等学校、中学校、小学校、幼稚園、保育園特別支援学校その他の施設廃校になった学校数の花は駅中心となる駅は、数野花和駅。路線バス高速バス高速自動車国道数野郡群、小坂町の小坂インターチェンジと合わせ、数野地域は、 秋田県内で唯一東北自動車道のインターチェンジが設置されている地域である。一般国道県道主要地報道、一般剣道農作物畜産物郷土料理菓子等、インターネット数の NPO 法人テレビ局ラジオ局。ありがとうございます。